クイズ研究会？クイズを研究すんの？どこかい？問題です。クイズとは何でしょう？クイズとは万国共通、誰もが知っている遊びである。その遊びに本気で挑む者たちがいる。かつてクイズブームを支えた先人たちに続け。君もクイズ王にならないか。答えを探し回って、それらを悩み抜いて、毎日を掲げては思う答えってなんだと。何このでかい人。これやってみたまえ。君もやってみたまえ。君たちもこれやってみて。笹島てめえ出しゃばんな。同好会は引っ込んでろ。新入生たち野球部に入る。いや待ってくれ。高校生活2日目、今日から各部活動の新入生争奪戦が始まった。僕越山式にはお呼びでない世界なわけだけど、クイズか。黒だって日中バスケ部の。高校でもバスケ？足りめえだろ。まず全国制覇。席につけ。皆さん、昨日の入学式はどうでしたか？高校3年間は長いようであっという間です。学業に専念するもよし、部活動で汗水流すもよし。例えば体が大きかったり何か取り柄でもあったら、僕も部活で汗水流したりしただろうか。ペーパークイズ？何これ、全部クイズ？クイズ好きが集まってひたすらこんな問題を解くだけ？それって面白いのか？クイズ王にならないか。しかもあの先輩だろ、ちょっと嫌だな。1限目は各委員の選出をします。まずはクラス委員から。1問目、日本の非核三原則といえば持たず作らず何？持ち込ませず、常識だな。2問目は我思うゆえに我ありはデカルトだろう。アフリカ大陸にある世界で最も面積の広い砂漠は何？小学生でもわかるレベルじゃん。ある朝グレゴール・ザムザが気がかりな夢から目覚めた時という書き出しで始まるフランツ・カフカの小説は何？まあマニアックな問題もあるけど、僕でもわかるくらいだしレベル低いんじゃ。次、図書委員、男女各1名、立候補いないか？はい、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 はい。じゃあ、僕やります。じゃあ、井上大輔、頼んだぞ。中学3年間、図書委員はずっと僕の箱だったのに。見た？今の。やりたかったんじゃない？
次、女子は？はい。立候補か？はい、深見麻里です。あの子も本好きなのかな。深見さんって可愛いよな。お前役得じゃ。からかうなよ。おっと危なかった。クラスで人気の女子と同じ院になんてなったら周りに変に絡まれてしまう。目があった。結局全部やってしまった。クイズ暇つぶしにちょっといいかも。いや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 、ないない。売店行こうぜ。机並べる。マジで。声とかかければいいのにね。寂しくないのかな。ちょっと。結構マイナーなシリーズも揃ってる。やっぱり中学の図書室より種類が多いな。図書館は僕の原点だ。小学生の頃から友達と遊ぶよりずっと本ばかり読んでたな。チビだとかノロマだとか言ってからかってくる奴らとは遊ぶ気にならなかったし、一人でできる遊びがそれしかなかったからだけど、司書をやってる母さんの仕事が終わるまで毎日図書館で読み漁ってた。中学生からは図書委員になって、その頃にはもうただの本の虫。あの頃はクラシカルな文芸作品とかノンフィクションをよく読んだっけ。かきたてられる想像力、広がる世界観。だけどそんな読書の楽しみを共有できる友達はずっとできなくて、それでもまあいいやと思っていた。女の子との接点なんかもちろん皆無だったけど。あの子図書委員の深見さんだっけ。ってちょっと僕に気づいてなくない。あの危ない。え、なんだろうこの印。最後に我が公式テニス部の特典としましては、隣の女子コートでこのような光景が拝めます。ひどい。以上が各部活動の紹介でした。運動部は冗談じゃないし、文化部も特に興味ないし、続きまして同好会紹介に入ります。クイズ研究会です。どうぞ。お、クイズ王。です。クイズ研究会会長の2年、笹島学人です。ニューヨークへ行きたいかというクイズ番組がかつてあったことをご存知だろうか。それはまさしく競い合うクイズの世界。今でも高校生クイズという大規模なクイズ番組があり、全国の高校生たちが毎年熱い戦いを繰り広げている。高校生なら誰でも参加が可能だ。クイズとは誰もが知っている通り、問題があってそれに答えるだけの誰でもできる遊び。しかし競い合うことによりそれは競技となる。競技？クイズが？まずはクイズを体感するのが第一歩。そこで即席クイズ大会。やりたいものは挙手。先着6名。
クイズの醍醐味といったらやはり早押し。こいつを押しならせた時の気分は格別だ。あんなのどこに売ってるんだろう。はいはい、やりたいっす。じゃあ俺も。はい。深見マリ、ステージに上がってください。あ、はい。この子っておとなしそうな顔して、なんて積極的。僕には絶対無理だ。持ち時間も限られてるので、あと3名は適当に指名します。 A 組女子出席番号6番、C 組女子8番、D 組男子11番。星山、お前じゃね？D 組男子出席番号11番、俺10番。僕があの壇上に、こんな大勢が見てる前で。無理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 、冗談じゃない。どうしてこうなった。しかも微妙な空気。問題。フランス語ではアブリル、イタリア語ではアプリーレ、英語ではエイプリルといえば何月のこと。4月か。4月。正解だが、ダメだ。え、全然なってないな。今のはちっとも本気じゃなかった。もっと早く押せたはずだろう。は、まあ。早押しにおいての重要なポイントは文字通り早く押すこと。回答権が得られなければ正解にはならない。言ってることはわかるけど。問題。アメリカの国旗には星が描かれていますが。はや、そこで押すの。星条旗。問題には続きがあります。アメリカの国旗には星が描かれていますが、その数はアメリカの州の数にちなんで何個。正解は50個でした。引っ掛けかよ。ストレートに問うものもあれば、読み進まなくては答えが絞れないものもあるので要注意だ。やっぱり最後まで聞かなきゃ答えられないじゃないか。次からはもっと想像力を働かせて挑んでください。問題の先を読み取れってこと。では問題。世界で一番面積が広い国といえばロシアですが、世界で2番目に広い。2番目はカナダ、3番目ならアメリカだけど、一番面積が狭い国といえばどこ。バチカン市国。バチカン市国。正解。しゃ、広いの反対で狭いか。答えはわかるんだけど。あなた、早押しは素人？え、あ、初めてだけど。答えが分かってから押したんじゃ全然遅いのよ。早押しは 0.01 秒の差が勝敗を分ける。はあ。あれこれ考えたり躊躇している暇はないの。何言ってんだこの子。自分だって立候補したくせに全然押してないじゃないか。いや、パンツは今関係なくて。顔つきが。問題。フランス語で稲妻。答えをどうぞ。エクレア。正解。問題。ブルータス、お前もか。ジュリアス・シーザー。正解。問題。ノミが跳ねる。ウクレレ。正解。ちょっと待って、なんでこの子問題は分かっているんだ。何よ、ズルなんてしてないからね。そんなつもりじゃ。早押しの問題には答えを確定できるポイントがあるの。まあ、さっきからベタもんばっかりだけど。ポイント？ベタ？問題。京都三大祭りといえば。え、早っ。って深見さんじゃないし。よっしゃ、押した。答えをどうぞ。あ、制限時間5秒ですよ。八橋。面白い回答ですが不正解。ビビった。
では今の問題をもう一度。京都三大祭りといえば、京都三大祭りといえば祇園祭り、時代祭り、葵祭り。5月の葵祭り。七、今のは7月の祇園祭りだったら、残る答えは時代祭り。正解。おか、そうか、なんとなく分かってきた。どうしよう、押してみようか、答えてみたい。では次は難問といこうか。難問、重要なのは回答権を得ること。早押しは 0.01 秒の差が勝敗を分ける。早押しの問題には答えを確定できるポイントがあるの。問題の先が読めれば回答権を得てから制限時間は5秒。答えは後から考えたって遅くないはず。問題、恋をしたのだ、そんなことは全く初めてであった。やった、僕が押した。ちょ、この問題がわかるの？看護師？答えをどうぞ。知ってる、これはあの小説の書き出しだ。もらったペーパーにも似たような文学に関する問題があった。これも作者名とかタイトルを答える問題だとしたらどっちだ。残り3秒。これが本当に難問なら2。答えはダス・ゲマイネ。え、正解。この書き出しで始まる太宰治の文学作品は何？正解はダス・ゲマイネ。このマイナーなタイトルをよく知っていましたね。なんかすごい見られてる。笹島、時間オーバー。ち、盛り上がってきたところなのに。君、クラスと名前を。え、 D 組の越山です。それじゃあ見事ラストアンサーを飾ってくれた越山くんに拍手。クイズは年齢も性別も体格も関係ない。知識や経験はクイズに触れた数だけ積み上がる。それは誰にも共通すること。そう、クイズは誰にだってできるんです。完璧。というわけでクイズ研究会の紹介でした。クイズって進学校とかでは割と盛んだって聞きますよね。そういえば彼、笹島くんも去年転入してきたんですよ。確か海上高校から。どうしよう、まだドキドキしてる。人前であんな慣れないことできたなんて。でもあのボタンを押せた時気持ちよかったな。早押しボタンは案外壊れやすいから力は加減した方がいいわ。あの、私図書室で転んだ時。え？あ、ごめんなさい、あの時は。紙を落とさなかった？クイズの。あ、そうだ、忘れてた。はい。この答え、何かで調べた？ん？うわ、違った！こっち、そっちは僕で。うん、ありがとう。あのさ、そこに書いてある印って、初めはなんだかわからなかったんだ。だけど、もしかしてそれってさっき君が言ってた答えが確定できるポイントの印？え？違ってたらごめん。やっぱり越山くん頭いいでしょ。いや、そんなこと。さっきのラスト問題、どうして答えがタイトルの方だと分かったの？あ、それは会長さんが難問だって言ってたから。有名な著者名よりマイナーなタイトルの方が、その答えるのに難しいって思ったから。クイズ初めてだって言ってた？うん、早押しみたいのは。パンツ見たことは許してあげる。いきなり何？その代わり私と一緒にクイ研に入って。何を言ってるんだこの子は。
初めてのクイズで、あの短い時間の中、あなたはクイズの構造に気づいた。そしてその知識量、あのラスト問題、私は最後まで問題を聞いてもボタンは押せなかった。答えを知らなかったからよ。なんだ、早押しに押しかけたんじゃなかったのか。このペーパークイズもそう、私でもわからない問題がいくつもあったのに、あなたはほとんど答えている。豊富な知識と頭の回転の速さ、これはすごい武器になる。あなたならクイズ王になれるわ。クイズ王。皆さん、クイズの世界へようこそ。私は皆さんにクイズの楽しさを伝えるクイズマスター、越山くん、クイズデビューおめでとう。ありがとうございます。早速だが、実はこの703×もクイズ用語なんだ。深見くん、どういう意味かわかるかな。はい、7問正解で勝ち抜け、3問不正解で失格という講義クイズの基本的なルールのことです。その通り、勝ち抜けの道は険しいぞ。今日から一歩ずつ前進だ。頑張ります。